Cito coto sereno minaniotte. Amen. Suis Christo nomen gumi camino ai sereno majiwaringa minasan totomoni. Mata anata totomoni. Minasan senaru sagi okunau maini watastasi no tsumi yomitome irusio negaimasio. Zenno no kamito, kiodai simai no minasan ni kokwakusimasu. Watashi wa omoi, kotoba, okonai, okotari niyotte, tabi tabi tsumi o okashimashita. Seibu Maria, subete no tensu to seijin. Soste, kyoudai shimai no minasan. Tsumi bukai watashi no tameni, kami ni inotte kudasai. Zenno no kami, tsukushimi fukai chichi ga, watashitachi no tsumi o yurushi, eien no inochi ni michibite kudasai masu yoni. Amen. セナルチシオ、あなたは倒れていた世界を一人後のへりくだりによって立ち上がらせてくださいました。罪の絆から解放された私たちを喜びで満たす永遠の命に導いてください。聖霊による一のうちにあなたと共に神であり、唯よとこしえに生き納められる御子、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。第一朗読、人たちの宣教。さて、人たちとユダヤにいる兄弟たちは、異邦人も神の言葉を受け入れたことを耳にした。ペトロがエルサレムに登ってきたとき、割礼を受けている者たちは彼を非難して、あなたは割礼を受けていない者たちのところへ行き、一緒に食事をした、と言った。そこで、ペトロは事の次第を順序正しく説明し始めた。私がヤッファの町にいて祈っていると、我を忘れたようになって幻を見ました。大きな布のような入れ物が四隅で吊るされて、天から私のところまで降りてきたのです。その中をよく見ると、地上の獣、野獣、這う者、空の鳥などが入っていました。そして、ペトロよ、身を起こし、ほふって食べなさい、という声を聞きましたが、私は言いました。主よ、とんでもないことです。清くない者、汚れた者は口にしたことがありません。すると、神が清めた者を清くないなどと、あなたは言ってはならない、と、再び天から声が返ってきました。こういうことが三度あって、また全部の者が、天に引き上げられてしまいました。その時、カイサリアから私のところに差し向けられた三人の人が、私たちのいた家に到着しました。すると、霊が私に、ためらわないで一緒に行きなさい、と言われました。ここにいる六人の兄弟も一緒に来て、私たちはその人の家に入ったのです。彼は、自分の家に天使が立っているのを見たこと、また、その天使がこう告げたことを話してくれました。ヤッファに人を送って、ペトロと呼ばれるシモンを招きなさい。あなたと家族の者すべてを救う言葉をあなたに話してくれる。私が話し出すと、聖霊が最初私たちの上に下ったように、彼らの上にも下ったのです。その時、私は、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によってバプテスマを受ける、と言っておられた主の言葉を思い出しました。
こうして主イエス・キリストを信じるようになった私たちに与えてくださったのと同じ賜物を神が彼らにもお与えになったのなら、私のようなものが神がそうなさるのをどうして妨げることができたでしょうか。この言葉を聞いて人々は静まり、それでは神は異邦人をも悔い改めさせ命を与えてくださったのだと言って神を賛美した。神の御言葉、神に感謝。私は良い牧師よ、私は羊を知り、羊は私を知っている。アレルヤ、アレルヤ。主は皆さんと共に、またあなたと共に、ヨハネによる福音、主に栄光。はっきり言っておく。羊の囲いに入るのに、門を通らないで他のところを乗り越えてくる者は、盗人であり、強盗である。門から入る者が羊飼いである。門番は羊飼いには門を開き、
羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊をすべて連れ出すと、先頭に立っていく。羊はその声を知っているので、ついていく。しかし、他の者には決してついていかず、逃げ去る。他の者たちの声を知らないからである。イエスは、この例えをパリサイ派の人々に話されたが、彼らはその話が何のことかわからなかった。イエスはまた言われた。はっきり言っておく。私は羊の門である。私より前に来た者は皆盗人であり強盗である。しかし羊は彼らの言うことを聞かなかった。私は門である。私を通って入る者は救われる。その人は門を出入りして牧草を見つける。盗人が来るのは、盗んだり、おふったり、滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは、羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである。主の御言葉、キリストに賛美。イエス様が私たちに一人一人、良い牧者であることをよく今日の世に福音書を聞いたり読んだりいたしたではないでしょうか。私は良い牧師や、私は羊を知り、羊は私を知っていると、イエス様が言われました。今日一日、イエス様が私たちの良い牧師やであることを、イエス様のことをよくしていることによって、またイエス様も私たち一人一人している、どこの道でも私たちは羊として迷っていたら、イエス様がすぐ探して見つかるように、私たちもイエス様に近寄くことができますように、この御座を願いますよ。アーメン。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備える葡萄酒はあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの救いの杯となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。皆さん共に捧げるこの生贄を、全能の父である神が受け入れてくださるよう祈りますよ。神の栄光と賛美のため、また私たちと全教会のためにあなたの手を通してお捧げする生贄を、神が受け入れてくださいますように。全能の神を喜びのうちに捧げる教会の備え物を受け入れてください。復活の喜びに預かる私たちが、豊かな実りを受けることができますように。私たちの主イエスクリストによって、アーメン。主は皆さんと共に、またあなたと共に、心込めて神を仰ぎ、賛美と感謝を捧げますよ。それは尊い大切な務めです。聖なる父よ、主御こしの子羊クリストが捧げられたこの時、感謝と喜びに満ち溢れてあなたを讃えます。クリストは死からの復活によって罪を打ち破り、倒れていた世界を立て直し、新しい命を私たちにお与えになります。全世界は復
かつの喜びに満ち、すべての天使はあなたの栄光をたたえ、終わりなく歌います。誠に聖なる神、すべての聖、聖の源である父よ。今、聖霊を注ぎ、この供え物としてください。私たちのために、主イエス・キリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前に、パンを取り、感謝を捧げ、裂いて、弟子に与えて、仰せになりました。皆、これを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される、私の体である。食事の後に同じように杯を取り、感謝を捧げ、弟子に与えて仰せになりました。皆これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯。あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の地である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主よあなたの死を告げ知らせ、かつ褒めたたえます。再び来られる時まで。聖なる父よ、私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、御前であなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こす。清子、フランシスコ、私たちの好きよ、トマサクイナスマイナマギヨト、ウサスキヨ、パオロサカエトシヒロ、すべてのお獅子屋と共に、あなたの民を誠の愛で満たしてください。また、復活の希望を持って眠りについた、私たちの兄弟姉妹と、あなたの慈しみのうちに、亡くなったすべての糸を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。今ここに集う私たちを憐れみ、神の母乙女マリアと聖ヨセフ、人とすべての時代の聖人と共に永遠の命に預からせてください。御子イエス・キリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによって、キリストと共に、キリストのうちに、聖霊の交わりの中で、全能の神、父である、あなたに、すべての生まれと栄光は、悠々に至るまで。アミン。主の教え守り、御言葉に従い、慎んで主の祈りを唱えましょう。天におられる、私たちの父よ。皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。
慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に近づくことができますように。私たちの希望を救い主イエス・キリストがおられるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は永遠にあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和を残す。私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神、唯有とこしえに。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に、またあなたと共に、互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の平和。身の罪を取り除く神の子羊、神の子羊の食卓に招かれた人は幸い。主よ、私はあなたをお迎えするにふさわしいものにはありません。お言葉をいただくだけで救われます。祈りますよ。すべての人の父である神よ、過ぎ越しの神秘によって新たにされた人々が、不滅の体に復活し、あなたの栄光を称えることができますように、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。皆さん一人一人、このミサに共に祈ってくださって、心よりありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。感謝の詐欺を終わります。行きますよ、主の日はのうちに。神に感謝。